こんにちは。リフォームの達人プロデューサー、山さんです。悩んだ時は画像検索が大切。by ダビユイさんよりいただきました。ありがとうございます。ということで今日はこれ絶対使うべきかなと思いますんで、後ほどアンケートで。ビフォーアフターリフォームはだからこそわかる気づき感想アンケートいただいております。お知らせです。リフォナビライブラリーも使っていただいてますが、LINE 登録に入れるだけトップ画面から、この場所からぜひ。チェックしてみてください。進め方、選ぶ、知る、探し方、こんな4つのカテゴリーがありますのでね、リフォームの手順の進め方であったり、商品プランを選ぶ、そして何よりリフォーム費用を知っておくべきことありますよね。業者さんの探し方、迷ったらぜひこちらの方、動画をチェックしてみてください。リフォナビライブラリーはこの LINE に入れるとトップ画面からご覧いただけます。リフォーム完成アンケート、こちらもいただきました。では行きましょう。ラビユイさんのリフォーム、これ思いがあるんですけども、いや深いなと思うし、これ私も同じっていう方いらっしゃるんじゃないですか。まずはなぜそのキッチン選んだんでしょう。理由はもちろん宝なんですが、宝使ってる人の生の声。10年前にグランフロント大阪がオープンした際に、宝スタンダードのショールームに友達と立ち寄ったことがきっかけです。ああ、そういうことだったんですね。放浪の堅牢さにびっくりして、すでに家のキッチンはボロボロになってしまった。キッチンは宝にしようと心に誓いました。そして、今回実際に30年前から宝のキッチンを使っているけど、ピカピカですの、との、店員さんとのお話を伺ってきました。いや、山さんの、高校時代の、恩師の先生も、まだピカピカって何十年使ってるって言いますからね。リフォームの悩みきっかけは、ちょろちょろ、ちょろちょろと排水管から学級流したこの水漏れ、水漏れなんですけど、これね、この排水の詰まりだったんですよね。配管詰まり、水漏れからのスタート。我が家のリフォームは水漏れから始まりましたので、穏やかなスタートではありませんでした。一刻も早くキッチンを交換しなければという焦燥感や不安感で気持ちがいっぱいでした。というのも、主人が単身赴任で家にいません。こういう方は結構 LINE でも相談来ますね。ほとんど全て私が決めていくことになるので、責任が重大。精神的にきつかったんです。いやー、これ言葉で書きますけど、本当にそうですよね。で、こんな感じ。詰まる、どうしよう。まずはどんなスタート、何から始めたんでしょうか。大きなお金を使うのに知識が不足。ということで、水漏れ続行中ですし、さっさともう某、家電の量販店の系列でリフォームお願いするつもりでパンフレットもらいに来ました。ですが、大きなお金を使うのに、本当にこんなマイナスな気持ちのまま、何の知識もないまま、リフォームなんてしていいの?と、さらに悩むようになり、そこから YouTube で、むさぼるように勉強するようになりました。ああ、そういうことだったんですね。業者さん選びはどうしたの?ストレス軽減の鍵?そして、山さんのリフォナビに出会い、存じ上げるようになり、そして、リフォナビのご縁結び、リフォーム、業者さん紹介で安心できる、業者さんをご紹介いただけることになりました。この時点で、公開することのないリフォームができそうと、私のストレス度が下がり始めました。一つ一つね、やっぱり解決していくと。その後、自分で排水管の詰まりの直し方も教えていただき、激励いただいたのも、いい今から考えれば思いです。これなかなか大変だったみたいですけどね。すごい。一人でやった。よく見ていただくと、食洗機の下のキャビネットがすでにないですよね。ないですね。引き出しとか全部なくなってる。これは排水管の詰まりと格闘した後なんです。いやー、そこね、抜いて、本当に大変だった今となれば思い出。今回のリフォームでのこだわりは、45センチのボッシュでしょうか?はたや、このグリルレスな IH、これもいいじゃないですか?違う。いろいろあるけど、これが一番。一番のこだわり、キッチン側は、ボッシュの食洗機?グリルレス IH? いやいや違うんです。なんでしょう。一番のこだわりは、このキッチンのコンロ側の壁の背面に作った造作収納、ニッチとレンジフード、裏の収納を設けたことです。ああ、これ向こう側がね、コンロになってるんですけどね。ダイニングの収納のこの部分です。問題だったプリンターが収納でき、さらにロボット掃除機やマキタの掃除機も入って素晴らしい。これ本当にね、これはやっぱり、優れた、こう、今の、もうまさしくロボット掃除機とマキタ、こういったもの、プリンター入れたいですよね。これ、キッチンメーカー作ったらいいのになと思いますね。収納計画の悩みは何だった?収納したいものが全然入らない。宝スタンダードにもニッチがついてある素敵なキッチンがあります。でも私が収納したいものが全然入らないんです。そうですよね。引き戸のこの奥行きがあるレミューの分でさえ入らないですね。今の部分であればね。確かに。
これは他にもユーミンさんもこういった形で、同じくありました。つまり、やっぱりこういったところっていうのは造作で、作るしかない。前のキッチンは背置き型の食洗機だったのに、それでも収納が足りない状態でした。さっき冒頭にあった写真ですね。ってことは今回、ボッシュ食洗機を入れたことによって、下台の収納力がさらに落ちてしまいます。ボッシュ、グリルレスを、入れることにより、予算を圧迫しているのを分かっていましたので、いや、いいとこ入れましたもんね。キッチン位置を変えて、釣り戸棚をつける、などはもう除外しました。ああ、他にも本当はやりたいことあったけど、優先順位、ちゃんと明確にしてきたわけですね。悩んだ時のアイデア、解決方法はここなんですよ、ここ。Pinterestで造作イメージ収集。じゃあ、収納確保どうしようということなのに、Pinterestでアイデアを収集することにしました。そこで造作の日地を知り、業者さんにお願いいたしました。奥行き、幅、高さ、素材。ホールでできてます。世間さんが提案してくださいました。どれをとってもこだわりの詰まったニッチです。何度も相談して、イメージを共有して、出来上がった我が子のような存在です。いやー、ほんとそこまでの思いがあったわけですもんね。ですが、まだ収納が足りていないんです。断捨離もかなりやったんですが、あとちょっと入らない。プリンターをとにかく隠したい。もともとこの部屋には収納自体がなくて、横の和室の押し入れしかありませんでした。うん、そうなると、あそこにね、雑然としがちなものをやっぱり作りたいですよね。特に、黒い大きなプリンターが邪魔すぎて、これですよ、これ、大きなプリンター、これ、皆さん結構そういう方いらっしゃるんじゃないですか？これは必ず収納して隠したいとお願いしました。奥行きが約37センチあるんですが、コンパクトに収まるように、さらに下にロボット掃除機、横にはマキタの掃除機、ね。なるほど、コードレス掃除機入れたいですよね。かなりわがままなお願いをしました。さらなる悩み問題も発見へ。さらに画像を検索。収納したはじゃあいいが、じゃあコピーするとき上の蓋開けないといけない。どうしますか？こんな質問。新たな問題にぶち当たり、それもピンタレスト、楽天やアマゾンで検索して、そうだ、スライド棚で出し入れしたら使えるよね。そんなすごいひらめきではありませんが。いやいや、素晴らしい。ナイスなひらめきと自分を褒めたい。いや、山さんも褒めますよ。素晴らしい、素晴らしい。これ。グイーンと前へ。ねえ、これいいじゃないですか。やりきった感を持つ日本。そんなすごいひらめきではありませんが、ナイスなひらめきと自分を褒めたい。そして、リフォーム途中に現場監督さん、設計コーディネーターさんとの青空会議を経て、さらにグレードアップして完成しました。もう感動しかない。です。やりきった感が半端ない。ドーン。対価中もバッチリです。リフォームして気づき、アドバイスは、聞いてみたいですよね。リフォームの気づき。アドバイスは山さんのチェックシートブックに載っていることをやっていけば大丈夫ですが、まずは一つ、人任せでなく、自分自身もチームの一員として、情報やアイデア、イメージの共有をする。これ大切ですよね。ここ教授だと任せっきりじゃなかなか難しい。二つ目、応用力のあるリフォーム会社さん。施主の要望を真摯に受け止めてくれるところを選ぶ。やっぱり技術があるところは大切なわけじゃないですか、提案もね。この部分は素人には本当に難しいですよね。どうやってホームページ見たらいいのかっていうところはありますからね。リフォームはここがポイントでした。何でしょう。経験してこそのアドバイスいただきました。まず、完璧なリフォームはありません。まあ、これね、そうなんです。ないですね。どんなに綿密にやっても突然問題はやってきます。その通りです。問題が出た時に、むしろ落ち着いて対応することが大事です。まあ、このことを知ってるかどうかですよね。いや、心動くいてもダメダメ。落ち着くのよっていうことは大切。私は頭の中真っ白になりました。いや、わかりますよ。だけど、そこに対して、もう落ち着いて対応することが大事っていうことが分かってるか分かってないかで大きな分かれ目になります。四つ目、せっかくのリフォームなので、楽しくが大切なポイント。そう、楽しくやってくださいよ。他にもいろいろありますが、今回特に感じたことです。いや、経験してこそですよね。当初思っていたより時間がかかる。いや、これほんとその通り。リフォーム構想から5ヶ月ですよね。去年の夏からリフォーム、考えて12月の下旬に終わりました。当初、排水管の詰まりがあったための水漏れ、早くリフォームを開始したかったんですが、リフォーム会社さんの都合もありますから、そうそうその通り。すぐに開始とはならないことに気がつきました。そうなんですよ。そう、ほんとこの通り。で、そして詰まりを直してから本当に楽しく情報を集めたり、リフォームについてゆっくり勉強できました。逆に良かったんじゃないですか。振り返ってみて、今思うことは、楽しい思い出が詰まったキッチン。単身赴任だったために夫が、商品選びや打ち合わせなど、今回一人でほとんどやりました。大変だったんでしょうね。
リホナビでご縁結びの業者さんを紹介していただいてからは、安心感に包まれて楽しいリフォーム計画の日々を送れました。いや、ここ大切ですよね。うん。キッチンを交換しただけでなく、完成までの頑張りや楽しい思い出が詰まっています。そう、キッチン自体とリフォームがね、やっぱりただ単なる形じゃなくて、不便益ってあるんですけど、ちょっと不便な方が逆に思い出とかになって、人生って結局思い出作りじゃないですか。そういう意味で思い出作るのがリフォームだと思うんですよね。出来上がったものをポーンと、例えばマンションの新築マンションを買って、ああ、この思い入れがってならないんですよ。ここを買うか買わないかだけでしょ。そうではなく、リフォームって今住んでるところ、そしてそれを決めるためにあなたがいろんなことを悩んだ。でも、それも含めた形で、そのご縁のある、素敵な、リフォーム会社さんと出会うことによって、素敵なこういった思い出が詰まったキッチンだ。まあ、やっぱりこれ2段。ちょっとカスタマイズしてるぐらいが面白いですね。うん。当初の悩みから一転、山さんに YouTube で出会い、リホナビでご紹介、してくださってからガラッと変わりました。去年の夏頃は、うつうつとした気持ちで、かなり精神的に参っていましたが、いや、そういう方多いです。もう LINE もいっぱい来ます。もう、その通り。わかります。リフォームで悩みですからね。終わってみれば、こんなにすがすがしくやりきった感を味わえるとは思いもしませんでした。いや、書いた汗、涙は嘘をつかない。逆にね、もう本当にそういったことがあったからこそ、思いもひとしおじゃないんでしょうか。改めて本当にありがとうございました。おめでとうございます。これですよ、これ。このキッチン。うん。いや、なんか立ちながらニタニタしてしまう。そのあちらのね、コンロの背面の収納。そしてこのニッチのスペース。この辺が大きいんではないでしょうか。ウォーンと、ね、ウィーンと出てきますからね。おまけも。おはようございます。思いがすごくて熱く語ってしまって、どれも長文になってしまいました。いやいや、多分動画で見てる方も、すごいな。これですよ。これぐらい思いの丈を。皆さん、出していただいて。すごい。でも本当は他にもっともっと書きたいことがたくさんあるんです。まだあるんですね。よく詰まらせる対策として、排水管にお掃除口を作ってくださった。そうそう。配管のところにね、横引き配管のところにこれも作ったんですよね。ちょっとした修理をいろいろしてくださったり、困りごとに寄り添って行動してくださって感謝してます。ああ、よかった。そして山さんの動画で勉強させてもらって、自信がつきました。ぜひ、この後、3ヶ月。半年、一年と、どしどしと、こちらの方の感想シェアも、リホともにお願いいたします。もっと暮らしを楽しもう、チェックシートブックリリースしておりますよ。リホナビマップ、こちらの方に沿って進めていく、あなたの思い、まずは羅針盤で、何がしたいのか、この取捨選択、本当に難しいんで、この辺のポイントですよね。そして、それの記入例、さらには、何を悩んでるのかっていうね、一覧表もこれ、ここにはないですけど、ついてますんで、そちらからも選んでみてください。現場調査チェックシート、工事チェックシート、引き渡しチェックシート、契約書シート、そして、ショールームのチェックシート、チェックして、あなた自身が何をするべきなのかっていうのをこれを見れば一目瞭然です。知っておくべき大切なことをもっと暮らしを楽しもう。この楽しむっていうところを大きなポイントとしていただければと思います。このチェックシートブックで素敵なリフォームをぜひ今度はあなたがしてみてください。オフ会おすすめです。リフォームした人、同じ悩み、他の人の質問、YouTube で言えない話、個別アドバイス、こちらの方もぜひ、参加してみてください。まずは LINE 登録で定期的にプレゼント配信してます。この QR コードを読んでいただくか、こちらのポチッと、そして山さんにコメント、スタンプくださいね。いきますよ。せーの。必ず、できる。いってらっしゃい。いやー、熱い思いでした。おめでとうございます。